はい、というわけで皆さん、こんにちは、サーキングでございます。今回はですね、こちら大阪の大繁華街梅田に来ております。今日は2023年2月5日の日曜日ということで、今日はこの近くで NMB48 渋谷なぎさちゃんのトークショーが行われるということになっております。で、私そちらの方にありがたくも参戦させていただくということでございますので、今回はそちらの方を動画にしていきたいなと、そういうふうに思っております。というわけで今回の動画はですね、 NMB48 渋谷なぎさちゃんの健活トークショー、そちらの方に行かせていただいた様子をお届けしていきたいと思います。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。というわけで参戦をする前に、まずは今回のイベントがどういったものなのかというのを軽く説明していきたいと思います。今映しているこちらがグランフロント大阪でございまして、これが南館で、こっちの北館の地下1階にある、ちょっと場所の名前忘れたんで今テロップで出してますけれども、こちらの方で NMB48 渋谷なぎさちゃんの特徴が行われます。で、そちらのテーマっていうのが、まあ、健康に関するテーマということでございまして、なぎちゃんが健康のために一体どんなことをしているのか、まあ、そういったことが語られるようでございます。まあ、そのあたりはなぎちゃんのね、お話、そういったところにも楽しみにしながら、まあ、どういったことをしているのか、まあ、僕もちょっと気にはなりましたので、そちらの方に参戦させていただこうと、そういうことになったわけでございます。でですね、そちらのイベントに参戦をするためには、今映しているこの整理券というのが必要になってきます。で、私は26番で、13時15分にもうこれ風がねなびいてこうなるんですけど、13時15分に会場にお越しくださいということになってまして、まああと30分後ぐらいにね、その会場に行かないといけません。ちなみにこの整理番号は午前11時、まあ厳密にそれより30分ぐらい早くね渡してくださったんですが、その時間に整理券が配られて、その整理券を持ってる人だけが参戦することができるみたいな、そんな感じでございますので、まあ、ありがたくもこうやっていただけたのでね、参戦させていただくことになったと、そういうことになります。でですね、今日が2023年2月5日の日曜日でさっき言ったと思うんですけれども、まあ、これはねちょっと私事になってしまうんですが、25歳の誕生日なんです、私。いやいや、まあ、自分のことで申し訳なさすぎるんですが、いや、まあそんな誕生日、記念すべき四半世紀の誕生日にね、こうやってなぎちゃんが特徴してくれるっていうのは非常に嬉しく思います。というわけでね、まあ、あんまり遅れるのもあれだと思いますんで、そろそろ会場に向かっていこうと思います。これがグランフロントの南館、やっぱ大きいビルですね。で、こっちが北館で、地下1階に行くにはこのエスカレーターで、そうです。じゃあ降りていきましょう。いや、これ面白いですよね。この地下に行くエスカレーターは中ではなく外にあるんですよね。これは結構初見トラップなんじゃないかなって思ったりしますけど、行きましょう。なんか昼間からビールの見せられてもって感じですけど、マップが来ましたね。そう、これですわ。ラボ、イベントラボっていうとこがあって、そこということになります。それにしてもなかなか暖房が効いてて暑いな。冬の時の屋内の体温調節って結構大変ですよね。なんか僕あんまり屋内のイベントの時はジャンパーみたいなのは持たないようにします。あ、これだ、イベントラボ。そろそろもう行くことになるかな。いや、なぎちゃんのイベント全力で楽しみたいと思います。それでは行ってきます。はい、中でですね、集合場所があります。はい、そちらまで。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、というわけでなぎちゃんのトークショー終わって出てきてまいりましたけれども、いやいやいや、これは行けて嬉しかったし、本当良かったなと思いました。自分の座ったあたりが、まあ上手側で、まあ合ってると思いますね。上手側だったんですけど、なぎちゃんが、まあ座った場所がちょうど上手で、まあ結構近くでなぎちゃんを見ることができたし、まあ本当に良かったなっていうのと、あと、まあトークショーで話してたその健康の話もね、結構なぎちゃんの健康に関するトークっていうのはあんまり聞かないかなと個人的には思うんで、まあ貴重な話を聞けたりしてよかったなっていうのは個人的な感想かなと思います。結構気使ってますよね。朝ごはんとかも、あの行った方ならわかると思うんですけど、あのフルーツ、まあ僕があんま食べないでね、食べてるって嘘ついて手挙げましたけど、なぎちゃんの朝ごはんはちょっと真似しながらやれたらいいのかなって、そういう風に思いました。それにしてもおしゃれな朝やなっていう風なところでございましたけれども、いや本当に貴重な話も聞けたし、間近で、まあ結構近くで見ることができたし、でまあね、今日も可愛かった
やっぱりもうこれが全てですね。この可愛らしさ、まあ、それを見ることができて、また一つ元気になれたなと思ったし、まあ、さっきも言いましたけど、誕生日ですから今日、まあ、最高の誕生日になったななんて、そういう風にも思ったかなと思います。で、なぎちゃんもこのイベントの中でですね、まあ、梅田のまあ、いろいろなスポット行ってみてくださいみたいな、まあ、そういうことを言ってたので、まあ、動画の締めくくりとして、まあ、最後はねこの梅田のいろいろな場所をちょっと皆さんにご紹介できたらいいなと思います。まあ、いろいろな場所というよりはこれを紹介したいんですね。こちら梅北というふうに書いております。皆さんも多分ご存知だと思いますけど、今開発が行われておりまして、こんな感じ、まあ、これがさっきのグランフロント大阪なんですけど、ここのね部分がすごく開発をされております。まあ、公園ができたり、あとは僕の中で一番注目しているのは梅北新駅、まあ、こちらも大阪駅という呼称になるみたいですが、こんな感じで駅も作られているようです。新しい大阪駅はこの地下、この下の部分で乗ることができるみたいです。これがめちゃめちゃ楽しいですね。今年の3月には開業されるらしい。いやこれも大阪がまた新たな進化を遂げる、そんな一つと言えるんじゃないでしょうか。まあ、だから今僕はねちょうどこの梅北の再開発されているそのど真ん中を歩いているということになります。もしかしたらこれもね開発が終わったらこんな歩けるのかな。多分歩けないでしょうね。そう考えるとなかなか貴重な瞬間と言えるでしょう。そしてこれが梅田スカイビル、すげえな。こう見たら大阪の、まあ、シンボルといろいろありますが、その一つってこれ言っていいんじゃない。この反射してる感じもすごくいいですよね。ってわけでこの後また引き返して大阪駅の方に戻ってエンディングにしていきたいと思います。すげえ梅北の再開発の歴史が書かれてたりするわ。この歴史の変わる瞬間に立ち会えてるというのね、これはなかなか嬉しいなと、そういうふうに思います。というわけで今回はなぎちゃんのイベントに参加したわけなんですが、いや誕生日にねなぎちゃんを見ることができる、拝めることができるってこんな幸せなことないですよね。ほんまにありがたいなと、そういうふうに思うところでございました。というわけで先ほど場所に戻ってまいりました。なぎちゃんの特徴も誕生日という素晴らしき日にですね見ることができて本当に幸せだなというのと、まあ、改めて健康で居続けたいなという気持ちにもなることができたし、そしてやっぱ大阪素晴らしい街だなと、そしてこの梅田も本当に魅力的な場所がいっぱいあるななんて、そういうふうに改めて再認識することができた、そんな一日になったんじゃないかなと、そういうふうに思っております。いや本当にね最高の一日を、なぎちゃん本当にありがとうございました。それではそろそろねエンディングにしていきたいと思います。それではエンディングです。はい、というわけでエンディングでございますということで、いや最高の一日にまさになりました。ほんまなぎちゃんのおかげですね。こんなに素晴らしい誕生日はなかなかないんじゃないでしょうか。改めましてなぎちゃん本当にありがとうございました。でこの大阪梅田の魅力や健康の大切さ、そして何よりもなぎちゃんの可愛らしさ、それを再認識することができた素晴らしい一日になったんじゃないかなと、そういうふうに思っております。またこのようなイベントがたくさん行われることを心から願いまして、この動画を締めくくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めをさせていただきたいというふうに思うわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね NAB48 の大喜利女王渋谷渚ちゃんの健活トークショーというのがこのグランフロント大阪、これですね、ここで行われまして、そちらの方に参戦させていただきましたよと、そういう内容でございました。ほんまに最高に楽しかったです。素晴らしい誕生日を本当に改めまして感謝でございます。ありがとうございました。なぎちゃんはもちろんですけれども NAB48 のみんな、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは締めくっていきます。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。